はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は福岡県の歯科技講師正社員22年目43歳の方の給与明細です。仕事内容は歯科技講師をしております。基本的に業務としては入れ場を作っております。他には、それに付随した修理、マウスピースなどを作っております。必要な資格やスキルが歯科技講師免許で、 勤務時間が1日9時間、残業時間2時間、収入が年収で520万で、仕掛け更新のり定家庭のアドバイスとしては、高齢化が進み若い人材を必要としております。会社によってはまだブラックな会社もありますが、全体的に見て減ってきております。えー、デジタル化も進んでおり、業務も、えー、パソコンのみ行うものも増えておりますので、えー、ぜひお願いします、とのことです。給与明細です。 基本給が13万3000、技能手当4万8000、役職手当6万5000、家族手当6000、えー、勤務手当1万、残業手当12万6000、当番手当1万円、通勤手当がついて、えー、総支給が万あ40万2200円、そこから控除が引かれて手取りが 30万 9, 円となっています。えー、今回は、歯科技工士の方の給与明細でした。えー、初めて見たんですけど、えーまあ、かなり、えー、高いですね。年収も520万と、まあ、平均よりかなり上の給料をもらっているみたいです。ただ、基本給が少なくて、えー、残業手当が多いので、まあ、たかなり激ムっていうのがわかります。はい、今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。